ありがとうございます。昔若手時代のその時はいつもモニターソナーズ3人で、バスで競技を持って、ホテルの部屋に行ったのをね、よく、まあ思い出しています。これからも元気で、いつまでも白黒目の魔王として、存在感のある、デストロイヤーさんで、いてほしいと思います。 For Tokyo Sports, it's Japan's number one newspaper. That's right.